どうも皆さん見えてますか。どうもこんばんは。今日は4人で前説をしたいと思います。イエーイ、レアですよ、うん、本日は AKB48 の君だらの生配信にお越しいただき誠にありがとうございます。大丈夫ですか。ここで番組を楽しく観覧していただくための注意がございます。どうぞ。はい、カッコ1携帯カッコ1何カッコ1いる、ねえ、やだ、いらない、注意的にここからでいい、何ですか。いいよ、ちゃんとここから。携帯電話の電源は点点点点つけておいてください。みんなに言ってください。ゆっくりマークつけておいてください。はい、次の人に回してカッコ2言ってね、絶対カッコ2。よし、番組番組中立ち上がるのはアバターなのでできないですが、どんどんコメントしてください。はい、カッコ3、本番中トイレは自由に行けますが寂しいのでなるだけ我慢してください、うん、寂しい。はい、はい、じゃあカッコ4、カッコ4。そしてショールームとお持ちの SNS アカウント、カッコ Twitter.Facebook カッコ閉じるが連携していないと皆さんからの大事なコメントや応援ギフトが番組に反映されないことがあります。推しメンチェックの前にぜひ一度ログインチェックしてみてください。テロップ、ショールームと SNS カッコ Twitter.Facebook と連携させよう。いや、一番乗ってるじゃないですか、萌えさんがさあ、というわけでですねもうギフトがすごい。そうね、本当だ、もうタワーがすでに。まだ前説ですよそうだ、確かに。ありがとうございます。今日どうですか、意気込みは。みんなバッチグー、たっぷりやります。大丈夫、頑張る、大丈夫、このメンバーで進めて一生懸命頑張る。本当今日楽しい一生懸命頑張る。青木公園のメンバーだから一応今日ね、うん、本当に頑張ろう。一生懸命メンバーで、しかもギフトのポイント数も結構今危ういところらしいので、クリスマスツリー、あ、やばい、岩さんが一番小さいとか書くのやめましょう皆さん。それ知ってる私。すごい、ちょうどさ、なんか電波みたいになってるよ携帯。本当やばい、ちょっと電波電波なのに上がっちゃってますから携帯の電波みたいになってるよ。電波急激に上がっちゃって、こうなってる。前出ようかな、ほんとこれ出ても、前出ても全然足りないかわいいね、キバタン用の台が欲しい。一番年上なのに一番正義だね。そうですよ、確かに、確かに、だから、うん、やば。まあ、今日ヒールもありますけども、今日も頑張っていきましょう、はい、頑張る。手カンペがない。それでは行きます、 AKB48 の君誰。イエーイ、はい、さあ始まりました AKB48 の君誰、134回目の本日も夜8時頃まで生配信でお送りします。まずは自己紹介をしたいと思いますはい、まずは私から。はい、ミーノのベストスマイルショーは萌えキュー、ありがとうございます。あ、皆さんコールありがとうございます。 AKB48 チーム D の萌えキュンこと元萌えです。よろしくお願いします。じゃあひーわたん。はい、私がせーのって言ったらコメント欄でひーわたんって。いやいやいや、前出てますから。はい、え、もっと前全然足りないんだけど、ひわたんってお願いします。確かにちっちゃい。私にひーをつけるだけ、ひわたし、ひーわたんって呼んでください。せーの、ひーわたん、ありがとうございます。大きく頑張ります。え、みんな下がってくれた。そう、下がってくれた。全然ダメだった、ちょっと前髪やばいね、はいちょっと今日前髪の調子悪いんです。すいません、前髪チェックしないで、すいません。はい、AKB48 チーム B、 14歳の西川玲です。今日はちょっと前髪が前髪がやばい。はい、今日も今日もよろしくお願いします。どうした、どうした。はい、まきちゃんこと立山真希です。よろしくお願いします。本日は、まあ、青木さん公演のメンバーですよね、多分ね。ですね、うん、企画とかも考えたけど、そうでもないよ、違います、違うよね、チーム B プラス
ラスひよこって書かれてたね。さっきで書かれてたね。確かに、はい、じゃあ、まあ、今回はチーム B プラスひよこをとして、ひよこ枠から来ました。ひよこ枠として、はい、今日も頑張っていきたいと思います。それでは君だれがどんな番組なのか、月曜日に行われたまゆゆさん最後のチーム B 公演に出演した私が、まるでまゆゆさんが君だれに出演しているかのように紹介したいと思います。2人もできるんじゃない。巻き込まれたの。絶対2人もできるでしょ。私だけじゃないもん。できない。じゃあ行きます行きます。本当にまゆさんごめんなさい。パワーを使って応援してくれた方には感謝の気持ちを込めて、提供中にお名前をお呼びします。番組継続の目標350万ポイントまで、現時点で残り161万166910ポイントです。まあ、今日は話し合って目標を立てる皆さん、まあ、聞いてないということなので、目標ポイントはせめて70万ポイント以上いけるように頑張りたいと思いますので、皆さん番組継続に向けて、せーの、よろしくお願いします。全然まゆさんらしくないですけど、いや似てましたよ。頑張りまゆゆね。あ、なるほどね。似てました。ダメ出し食らってますけども、はい、まずは木曜恒例のこちらから、題して MC ポイントチャージ。ここまでは私が MC を務めてきたんですけれども、木曜日は視聴者の皆さんが MC を決める日ということで、今から視聴者の皆さんの投票を行って MC 聞いてますか？大丈夫ですか？MC のポイントの最も多かった人が本日の MC になります。みんな MC になりたいか？なりたい。バチラッパラだけど今日大丈夫かな。ということで今から30秒間メンバーが一人ずつアピールします。このメンバーに MC を任せたいと思ったら、ぜひ応援ギフトなどお願いいたします。はい、番組がグズグズにならないためにも、推しメンではなく、MC にふさわしいメンバーに投票よろしくお願いします。はい、ね、今日リハーサルであるメンバーが MC を務めてちょっとグダグダになりましたからね。誰だろう、誰ですかね、本当にね、やめてくださいよ。それも本当に誰ですかね。めっちゃ面白かった。じゃあまずは後藤萌からいきたいと思います。はい、30秒間のアピールタイムスタート。はい、私は MC にふさわしくないんじゃないかと本日は思ってるんですよ。おっと、MC でですね、本当にすごく面白いこと連発だったので。そんなことないよっていっぱい来てますよ。そんなことあるんです。それが本当にそんなことないよ、待ってる。ね、どうしましょう、何アピールすればいいんだ。もう噛んじゃうから、そう、噛んじゃうから萌えじゃない方がいいかもしれない。なんで、あれ、それはアピールだったんですか。だってやだもん、ほんとに。はい、じゃあひよたん30秒間。はい、ちょっと時間差、じゃあちょっと待ってください。はい、じゃあひよたんの30秒間のアピールタイムスタート。はい、ひよたんから来ましたひよたんです。めっちゃひよたんさ、真っ白になってるよ顔。光ですよ絶対。あ、ほら、俺たちが後ろに光ればいいんだ。そうですね、私が MC になったら、明石家さんまさんみたいに頑張ります。おっ、頑張れ。いやいやいや、噛まないように頑張ります。 MC やりたーい。かわいい、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 かわいい。さあどうなるんでしょうか。というわけで次はレイちゃんですね。じゃあレイちゃん前にお願いします。かわいい、ひわたんが隠れちゃう全部。じゃあレイの30秒間のアピールタイムスタート。はい、私はこの君だれで MC1 回しかやったことないんですよ。おでもそのずっと MC やりたいなと思ってて、その1回目がオープニングだけだったんですね。おなので今回はもっとたくさんできるように、もう今日の MC に選ばれたらもう今日はずっと MC ができるので、確かに皆さんぜひ応援よろしくお願いします。今日はね、はい、前髪が不調なレイちゃんですが、はい、MC は、はい、
絶好調で MC になったら前髪いい感じになるのでよろしくお願いします。すごい圧、感情あるの、すごい圧。じゃあ最後まきちゃん。はい、まきちゃん、ちょっと時間差大丈夫かな。はいはい、はい、なんで下がったの。ベレー帽、うん、ベレー帽かわいい、okay。 はい、じゃあまきちゃん30秒間のアピールタイムスタート。はい、あの私キミナレ出てから1回も MC やってないんですよ。え、一番出てるんじゃなかったっけ。そう、一番出てるのに、MC やってないんですよ。しかもそれはだからね、もう私そう、問題だ、最後だから。でも私漢字が読めないんですよ。それもだからダメなんですよ。それもリハーサルの時、それもいいですよ。でリハーサルの時本当に見てほしかった、うん、本当読めないんですよ。めっちゃ面白かったのに。漢字だってあの漢字をはいと読んじゃう。あ、あ、本当に、うん、セリフが読めないから、セリフを台詞って読んじゃうからね。そう、さあポイントはどうなるのでしょうか。どうなんだろうね。気がついたら60万ポイントになってるけど、ノルマまで。お、すごい。え、60万ポイントですか。あと、え、うん、違う、今日のノルマが、うん、あ、出たよ。あ、出たようです。 M ポイントってこと。 M ポイントですね。もえもいますよ。あ、忘れないです。ああ、ごめんなさい、忘れないリアルな感じが。本当に申し訳なかった。それでは、一斉にポイントカードオープン。じゃーん。後藤萌が31,454 ポイント、ひーわたんが12,48 ポイント、うん、れいちゃんが9,878 ポイント、まきちゃんが9,487 ポイント。ということで、私9万かと思ってた。私が私も10万って圧倒的かなと思ってた。94万かと9000でした。みんなみんな、いや私も10万だったのに。みんな恥ずかしい。桁の間違いは良くないよ。びっくりした。数学勉強しようちゃんと。はい、というわけで後藤萌が MC を務めることになりました。頑張ります。安定な、やばい、やりたかったの。やりたかった。ほんとまきちゃんにやってほしかった。はい、まきちゃんのはい、というわけで私がここからは仕切らせていただきます、はい、今週は番組の今後の継続期間の延長をかけたこんな企画を行っています。題して番組継続無茶ぶりミッション。イエイ、無茶ぶり、怖いなこれ。ファンの皆さんから番組公式ツイッターにいただいた無茶ぶりミッションを5日間で合計20人のメンバーが挑戦します。今こんな感じになってますね、はい、このように16人以上クリアできれば来年3月までの期間延長をゲットできます。昨日まで12人のメンバーが挑戦して12人中9人がクリアできたので1月までが継続してるんですけど、うん、これ見てみるとさ、萌えたちさ 3人は絶対成功しないと2月まで、ね、3月までが危うくなっちゃうことなんですよ。ダメだ、これはやばいですよ。やるしかないですね、うん、なので4人全員クリアして3月までの、継続を目指したいと思います。それでは、はい、こちらのボックスに視聴者の皆さんから寄せられたおしゃれミッションが書いてあるので、誰から行く。これ結構重要だよ。レイちゃん。じゃあレイちゃん行きますか。レイちゃん、どうぞ。一番年下だし、一つバッター。お題を1枚引いてください。いきます。じゃん、オープン。あ、え、そう、じゃん、ホッキー、ホッキーゲームです。これ素敵です。知らない。誰さんからですか。ちなみにケーキさん、画面ケーキ屋さんからです。いつもありがとうございます。お題提供、これさっきリハで出たんですよね。ちなみに説明をするとですね、ホッキーゲームをして5センチまで接近する、好きなメンバーを指名してホッキーゲームをしてください。何センチまで接近できたか他のメンバーが距離を測ります。というわけで好きなメンバーを指名してください。やっぱどうする、一番恥ずかしがらなそうだから、ひーわたんと言います。何その一番恥ずかしがらなそう。なんかね、何でもやっぱり同期ですか、ね、包容力がある。でガンちゃんポッキー落とさないでください。え、待って、5センチってどんくらい。5センチってどんくらいですか。5センチってでも意外と定規ないですか。定規、私ポッキーゲームやったことない。え、私もない。え、初じゃ。初です。週あるかもよ。え、これってさ、キス、あ、キス気をつけてね。待って、いいじゃん女の子の。わ、でも5センチだったら大丈夫だよね。5センチ。どっちから食べたい。どっちでもいいよ。チョコ、それはレイちゃんからでしょ。チョコの方からがいい。レイちゃんの好きな方から。これ何の番組。じゃないということで、でも私が最初
ということで、まきちゃんの物差しでここが5センチだよって。え、そんなのある？このこれぐらいでいいんじゃない？確かに。これくらい。わかります。え、5センチ。こんな近いですか？時間もあれなので、じゃあ2人と前に出てもらって。どこで？まきちゃんのあの、え、やばい、これめっちゃ恥ずかしい。どこで？ここですか？あ、当たって。定規。あ、皆さんお待ちくださいね。キスしちゃえ。王様ゲーム。5ミリ？ゲーム5センチ。5ミリにしようだって。いやです、いやです。5センチって結構、え、意外とあんじゃん。意外とあるよね。全然余裕でいきますよ。いきます。じゃあマキちゃんのポッキーゲームまで。マキちゃんじゃない、レイちゃんだ。マキ、レイちゃんのポッキーゲームまで3、2、1。頑張って、ゆっくりゆっくり。頑張ってやばい、これひいわたん、ひいわたんもあれだから、ひいわたんにも、ひいわたんも恥ずかしがるから。あ、ストップ。もうちょい、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 うんうん、折れた。ああもう一回。やばい、マジ折れたから、もう一回。ほんとにひいわたん、よくないですかこれで。ガンちゃん、ガンちゃん、もう一回、もう一回、頑張って頑張って。歯が、うん、ほら失敗だって。うわっ、うん、今2センチぐらい、うん、これ成功じゃないですか。成功、成功、成功しました。イエーイ、かわいい、おいしい。待ってただけ。かわいい、待ってただけ。さあ続いて、こういうお題系なの。まきちゃんいきますか。えー、やだマジで、こういうお題やめてほしいな。わかんないよ、どんなお題が入ってるかわかんないから。そうですね、うん、はい、続いてのミッションはこちらです。じゃん。ミッションカードを引いたメンバーが残りのメンバーの年齢を当て、チャンスは3。え、やばくない？ナオパル兄さんからいただきました。もうすぐできません？それね。お、え、3人の年齢を正解できればクリア。3回までは間違えても OK。 もう、え、これ全然いける、全然いける。え、いいんですか？え、これ余裕じゃん。じゃあ、言えばいいんですよね。じゃあ、まきちゃんの無茶ぶりミッションスタート。16歳、はい、17歳、14歳。正解ですか？正解。どう？早い。え、やだ、ね、やだ、こんなの。え、いや、やば。え、やば。あっという間やん。これ簡単。よかった。ラッキー。じゃあひいわたんいきますか。はい。え、もう終わった。これ。ひいわたん、ひいわたんどんな。あ。ね。え、本当に。はいはいはい、はい。ひいわたんがやる無茶ぶりはこちら。え、1分間全力でサンタさん。視聴者にポイントをおねだりする。1万ポイント以上でクリア。顔面ケーキ屋さんがいただきました。ちょっと待って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 。大丈夫だよ。え、この前だって90秒キスのおねだりですよ。ひいわたん、キスよりは良くない。あれ見て。視聴者の皆さんをサンタさんだと思って1分間全力で応援ギフトをおねだりしてください。獲得ギフトが1万ポイント以上でクリアです。というわけで、ひいわたんはお着替えに。え、サンタさんがサンタさんに頼むんですか？違う、サン、あ、確かに。サンタさんに頼むってことだから、人間ね、カメラの前のお兄ちゃんお姉ちゃんがサンタさん、ね、じゃあカメラに向かって1分間全力で、ひいわたんならできる。ひいわたんならできるから。なんで私これ知ったんだろう。ひいわたん考えてる、考えてる。おねだりすごい苦手。あ、もういいですか。はい、それでは、ひいわたんの全力の1分間のおねだりタイムまで3、2、1。ねえねえ、全国のお兄ちゃんお姉ちゃん、っていうかサンタさん、私欲しいものがあるんだけど、くれない？何欲しいの？なんだろう。お兄ちゃん、なんだろう。みんなの笑顔。本当の欲しいものは何？本当の欲しいもの？背です。身長ください。現実味がすごい。身長ちょうだい。身長欲しいな。身長ちょうだい。身長欲しい。まだあるよ。足から欲しい。足からちょうだい。身長、身長はちょっとだって。身長ちょうだい。身長ちょっとくれんの？ありがとう。欲しいな、欲しいな、欲しいな。これ後ろから映してほしいな。ちょうだい、
ょうだい、ちょうだい。あーひーわたん苦手とか言っといて。これ結構ひーわたんね、さっきね、萌えもう全然私できます、もう苦手じゃなくなりましたとか言ってたんですよ。え、苦手じゃないじゃなくて恥ずかしくなくなったって。そう、恥ずかしくなくなったって言ってから。可愛かったよ、ほら顔面ケーキ屋さんも声出るよって言って。本当ですか？顔面ケーキ屋さんからもさあ、どんなどれくらいのポイントが達成してるのか、それではポイントの方を発表したいと思います。でん、おお、すごい、やったー、すごい、319ポイントということで、ひーわたん達成、ありがとうございます。イエーイ、やったー、ね、ひーわたんだからこそできるやつですよね。いやいや、そんなこと言いながら自分も行くんですよ、絶対ラスト、もえさん300秒、なんだろうな、変なの出ろ。でん、また顔面ケーキ屋さんだよ。やばい、リアルにやばかった。もう絶対におしゃべりという誰かけをして1分間全力で出たほらほら頑張ってください。いいじゃんこれちょっと待っていい、これかわいいじゃん。え、結構本物だ。萌えちゃん、これ好きだよ。萌えちゃん、萌えちゃん、萌えちゃん、よだれかけかけましょう。萌えちゃん、呼ばしちゃダメですよ。やばいやばいやばい、待って、元赤ちゃん道具が。おしゃべりしてました、ちっちゃい頃。全然してた。私おしゃべり大好きだった。意外、もうこれ本当に、結構待って、これもうスタート、まだまだ今おもちゃある。おしゃべりの髪型、すごい、みんな可愛いって言ってる、ね、これヤンキーだよ、はい、ヤンキーやかった。怖い怖い、ちどこにあるんだって。じゃあもう始め、はい、萌さんも大丈夫です、頑張ってください。頑張ります。ほら、萌ちゃん、あった、これこれこれ、あーやばい、これはやばい。楽しい、その遊び。30秒間のアピールタイムスタート。え、もう始まっちゃう、ちっちゃ、1分か、1分だ。ママママ、ママ、はい、カメラ見てね。あー、かわいい、はい、ママの方が小さい、それは言っちゃだめ。かわいい、ママおやつ欲しい、かわいい、おやつは3時だよ。ママちっちゃい。なんでそっちを言う。あ、ぽいちゃん、はい、笑ってね。ぽいちゃん泣かないの。ママが怖い。なんで、なんで、ママが怖い。カメラ回って、カメラ見てるよ、カメラ見てるよ。はい。パパ。はい、パパ。パパ。パパ。何泣いてるんだ。なんで泣いてるの？ママが怖いよ。パパが何でも買ってあげるよ。どんなパパ？何買ってくる、何買ってくれんの？スイッチ欲しい、ウィーの。あげるあげる。ママと血が欲しい。ママのお願いが。これかわいい。マジで本当に。あ、やばい、もう疲れた。あ、クリア。え、クリアなの？あ、ポイント？え、ポイントとか なしで？あ、ないで。ないで。せっかくだから。入れられたんだね。もうね、まあ達成ということで、はい、4人達成したんじゃない、これ。ほら、やった、ほら、嬉しい。これで明日2人以上、3人以上クリアしたら3月まで継続が決定するので、明日のメンバーに発表しましょう。ありがとうございます。はい、というわけで以上、無茶ぶり継続ミッションでした。それでは提供&CM です。 AKB48 の君だれは、春風亭三長様、星空探検人様、あと日渡しゆいちゃんと一緒に焼き芋を食べたい様、お松徹様、かずみっち様、しょうちゃん様、クロス、あと萌衣君が一番大好きありがとう様、焼きそばパン本当にやめて、あと様、おかじり様、そして応援していただけるファンの皆様の提供でお送りします。はい、というわけで
外思えです。あー本当にさっきは頑張りました本当にもうやだ、なんでみんな焼きそばパン知ってんのそんなにいや今日学校でなんか漫画 を作ろうみたいな、絵が何種類かあってそれを吹き出しとかも書いてあって、でそれ漫画を作ろうみたいなのがあって、でなんか普通にこうなんていうの、普通に自分で考えてストーリーとか起承転結とかを考えて漫画を作りましょうっていうのがあったんですけど、それでなんか本当にくだらないことしか考えられなくて、ネタがとにかく焼きそばパンについてとにかく語ろうみたいな漫画を作ったんですよ。そしたらそのなんか学校周りの学校の友達がなんか焼きそ焼きそばパンっていうこう印象がついちゃって、そうなんですよ、焼きそばパンっていう印象がついちゃったんですよ。ちなみに悲鳴じゃないよ今の、あのもう恐怖とかじゃない、嬉しさのあまりそれが出たんじゃないかな。以上です。さあ成長している。さあさあ、まあ机の上にの並んでいるのは、あとりあえず始めましょう。というわけで本日は今年最後の君だれの木曜日ということで、最初にお送りする企画はこちら、題して今年一番ついていなかったのは誰だ、年末歳末えあマキと一緒や、同じ間違いした、マキと一緒じゃん、マキと一緒だ歳末役払いプレゼン賞イエイイエイ、はい、今年の役は今年のうちにということで、今から2017年のに自分の身に起きた不幸エピソードを発表していきたいと思います。メンバーの役を落とせるのは視聴者の皆様です、メンバーのエピソードを披露後に皆さんからの役払いギフトが1万ポイントを超えることができれば縁起のいいこちら、はーい、じゃん、人の密は、人の不幸は密の味ということで、違いましたっけ、豆になんだ、違うんだ、食べさせてください、食べたいこれをね、この来年も豆に働けるように上野の有名なお店の蜜豆を用意しました。豆に働けそうということで、来年ね、来年の自分のいい年につなげるためにも、このメンバーの役払いを皆さんぜひよろしくお願いします、はい、誰から発表していきますか、はい、我こそは役がいっぱいあるよっていう人、はい、おれい、はい、はい、この流れは怖い、はい、じゃんけん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 けんぽい、あー勝った勝った勝った、勝ってない負けたよ、二人だね、じゃんけんぽい、あいこでしょあいこでしょ、あ、ま、え、ごめんなさい、火渡って全然かわいそう、なんかはいはいはいってあげてどうぞどうぞってなるかなと思ってあげたんですよ、なんなかった、前に向けてること、そんなこともあるよ。じゃあひいわたんの今年不幸エピソードお願いします。はい、私はですね、見ての通り、私は見ての通り小さいんですよ、でなんか背伸びないなって思ってたら、なんかね、背測ったら今年まあ縮んでまして、去年より、でまあそんなこともありまして、気づいたら同期の中で一番小さくなっていて、でなんか同期と7人、あ、そう5人で並ぶと一番小さいんですよ。悲しい。そう、それでね、あのこの前楽屋から着替えに行こうと思って着替え場に行ったら、エリーちゃんに、ね、日渡しおばあちゃんみたいな、ヒーバーみたいに言われて、ヒーベーヒーベーヒーベーでヒーベーでって言われて、なんかずっと言われるようになって、おばさん扱いされるようになりました。私がこれです、これです、はい、それでは今のひいわたんの話を聞いてついてないなと思った方はぜひ役払いギフトをお願いします。30秒間の応援ポイ投票タイムスタート。結構縮んじゃった本当。いいよ戻ってきて、はい、結構不幸だね、結構不幸、ヒーバーヒーバー、いやもうねダメなんですよ、だって線伸ばそうと思って、鉄棒にぶら下がるじゃないですか、うん、
手が伸びるんです。それはちょっと間違ってない。それがそもそもで、なんか足持って振り回してもらおうかなってお母さんに思うけど、ちょっと足触れたら怖いから入れないしみたいな。こうなんですよ。いやそっか。ああ逆に身長上げるよ。もう本当ですか？足からください。いやマジ本当ね、あの劇場のセリが危なくて上がると。わかります。正面、正面についちゃう。私でも当たりますもんこれ。手ででも掴めちゃう。掴めちゃうとかじゃなくてもうここまで来ちゃうからね。正面埋まっちゃう腕が。照明で顔隠れそうですか、ね、あ、ポイントが来ました。というわけでポイント発表したいと思います。でん18,007 ポイント。というわけで達成。いいな、いいな。これバトルじゃん。バトルね。バトルだよ、ね、バトルじゃんこれ。え、バトルですか。誰か1人食べだから、みんなが成功しても4つ残って、うつみんな成功するとする。もうヒヨタン食べていいんですよ。え、何それ。ヒヨタン、はい。やった。最初にやった人からいいじゃん。よし、はい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 。じゃんけんで勝ったの。ダメだよ。じゃあじゃんけんね、やだ。みんな大変。せーの、最初じゃんけんぽい。やったこれじゃんけん体験の時より悔しい。役払いの話だから。じゃんけん体験。じゃあまきちゃんの、はい、30秒間の好エピソード、30秒間じゃない、好、はい、エピソードお願いします。あのこの間の青木公演の時に、はい、何人かと話してたんですよ。でそこにあのエリーがいてですね。またエリーです。でみんなでエレベーターを使うかエスカレーターを使うかっていうので20分ぐらいずっと討論してたんですよ。でやってたエレベーターってどっちでしたっけ。エレベーターこういう方なんか。で私はこういう方を使うなって言ったんですよ。したらエリーはえ、それ年じゃないみたいな言い出して、なんか私そうでしょ、なんか私は階段も使うし私はこっちの方を使うって言い出して、え、それマジ本当にやばいババアだよって言われたんですよ。で待ってと思って、でそこに私まだ16歳なんですよ。だからまだなと思ったんですけど、めぐちゃんも19歳でめぐちゃんもこっちを使うって言ったんですよ。そしたらめぐちゃんどうなるのって言ったら、めぐちゃんはじゃあひいひいおばあちゃんだってエリーが言ったんですよ。めぐにもさ、そしたら世の中の人はどうなっちゃうのかってなるじゃないですか。なるで私は公演中にもエリーと絡むところがあって、ババアババアってずっと私言われたんですよ。でもう帰ってからそれがショックすぎて、なんか16歳でもおばさんになるんだなってちょっと悲しくなりました。なるよ、以上です。年上から言われます。だって私もこっち派ですもん。でしょ、エリーはこれがダメなんだって。いや絶対こっちがいいですよ。私こっちです。いや若いからじゃない、それは。やっぱ若さのエリー側だ。今のまきちゃんの話を聞いてついてないなと思った方は役払いギフトをお願いします。というわけで30秒間の投票タイムスタート。エリーって本当面白いよね。エリー側じゃない。エリーがもうお願いします。全部エリー側で結構リアルなトーンで言ってくるから。そうリアルなんだよね。もうなんか現実を突きつけられる。じゃあマキちゃんとエリー仲いいですね。仲いい、めっちゃ仲いいよね。だからそんなことも言い合いちゃう。でもチーム B 12周年公演の時にチーム B の楽屋に来て、あのエリーが、うん、もうなんかすごい喧嘩してたよ。なんか可愛いエリー。エリーだから許せちゃうんだ。なるほどね。絶対そうだと思う。ねえ、食べさせてください。さあ、ただいま。お願い。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。ただいま、集計中です。え、無理。おめぐに食べさせてあげたいって言ってるみんな。ねえ、マジ食べたい。マキちゃんもさ、ひいひいおばあちゃん。やばい。結構なエピソードいったよ。結構なエピソード。ねえ、食べたい。これ食べれなかったらめっちゃショック。さあ、ポイントが来ました。絶対行ってない。ポイントはこちら。強すぎてエリーありがとう。でもレイちゃん若いからこのネタ使えない。そう。じゃあというわけでレイちゃんの今年の好エピソードお願いします。はい、
まあ今年はとかもうここ何年かくらいずっと、まあ、不幸でおみくじ聞いても今日ばっかなんですけど、本当にそうなんですよ。あ、嘘じゃないですよ。それで、うん、今日もうちょうど今日あった不幸な出来事なんですけど、はい、あの今日楽屋にあのスースーする感じの、 あの私の好きなお菓子が置いてあって、それを口に入れたら変な味がするんですよ。なんだろうなと思ってたら、まきちゃんがそれ腐ってるよって言って、そうなんです、まきちゃんに言われて気づいて、これは腐ってるんだと思って、腐った食べ物を食べてしまって、本当に本当に悲しくて、ちょちょぎれる。これで、皆さんがついてないなと思った方は、薬剤ギフトお願いします。投票タイムスタート。あ、姉ちゃんが見ないでるよ。皆さんお願いします。姉ちゃんが泣いてるよ。姉ちゃん、姉ちゃん、これで食中毒にあったら、姉ちゃん、姉ちゃん、めっちゃ美味しい、これ美味しい、皆さん食べさせてください。ほらみんな美味しいご飯食べたいね。応援してあげて。さあ、ただいま集計中です。レイちゃん戻ったね。ね、めっちゃ美味しい、レイちゃん。美味しい、やばい、これはやばい。泣き終わった。泣いてないじゃん。皆さん泣いてません。ね、今日ね、前髪割れるしね。そうなんですよ。本当、どうした前髪。どうした前髪。ね、めっちゃ美味しい。やばい。食べて、何も発表してない、私もだよ。でもこれでまだまだ不幸なエピソードがあるって思ったら言ってもらってもいいですか。そしたらまだ食べれる可能性あるから、1個で十分。レイちゃん、あんなに食べたい言うてたの。いきます。レイちゃんのポイントはこちら。やんだー、ポイントー、やったー、やったー、やったー、ありがとうございます。よかった、泣いた甲斐があったね。泣いた甲斐があった。よしね、じゃあもう一軒頑張って。ありがとうございます。皆さん絶対もう本当、いやもうヘビーのしかないんですよ。ヘビーのしかないんですよ。はい、というわけで私の不幸エピソードスタート。いや私は今年本当についてなくて、あの今年の漢字があの悔しいっていう漢字にするぐらい悔しいことがたくさんあって、悔しいことというよりかはまあなんだろうな、ひななとのエピソードの方が多いんですけど、それをねこう言われて、そうなんていうんですか、 AKB48 のファンじゃない方っていうのかな、このなんていうんだろう、 一般の方にもうやっぱり地上波って見られるじゃないですか。それなんか後藤萌ちゃんって本当性格悪いんだねみたいな感じで書かれてるのを見て、本当その日大号泣しまして、で次の日に目が腫れたまんま、公園に行ったんですけど、萌君どうしたのみたいになるじゃないですか。でもそれは本当に言いたくなかったので、自分が泣いてるっていうことは言いたくなかったので結構ねそのどうしようか悩んでたんですけれども、まあなんですか、まあ、この時点でもう不幸です。はい、もうこの時点でもう不幸です。メンバーにも聞いてくれないこの寂しさ。聞いてたよね、ひななの話でしょ。さあ集計をようか迷いそうしたいと思います。まあ私が仕切って私で終わるっていう、まあ、本当に不幸、本当に不幸。それでは投票タイムスタート。おいしい、お餅みたいな、おいしい、めっちゃ、ね、みかんもおいしい、うん、食べ終わった、完食、うん、じゃあもう一個。いや本当あの、結構リアルでしたね、萌えさんの。
リアルではない。リアルだな、うん、いやもう本当美味しい。今年はいいことなかったですよ。うん、いいことなかった。あったけどね、あったけどね、みんな払ってくれますよ。あったけど役を。あ、ただいま中継中です。本当聞いてくれ。どうすればいいですかみんな。どうすればいいと思う。大丈夫です、もうお腹いっぱい。自分がだんだんなんか眠自由すぎて今日、ね、やばい。今日みんな助けて。みんなあったかいし、みんな美味しいし、もうなんかお腹いっぱい。さあ、あのみんながね、お腹いっぱいになってる間に私のポイント発表したいと思います。こちら、やったー、21,864 ポイントの達成。あ、あ、あ、でもなんかみんな達成してるから、なんか、あ、ってます。この盛り上がりを、もうだってね、美味しく食べちゃった、食べ終わっちゃって。もうきは MC だから、ごちそうさまでした、ほんと。ごちそうさまでした。あ、今食べれない感じ。 MC だからね、やっぱね。AKB48 の君だれは春風亭三丁さん、星空探検人、あと日渡しゆいちゃんと一緒に焼き芋食べたいさん、お松とおるさん、かずみんちさん、ひょうちゃんさん、クロスあと萌えきゅんが一番大好きさん、焼きそばパンあと玉おかじじさん、エクシンソン、エクシンさん、そして応援していただけるファンの皆さんの提供でお送りします。美味しかったです。美味しくいただきました。めっちゃ美味しかったね。お腹いっぱい。幸せ。今日はティーバタンと焼き芋食べたいって人いたよ。食べたいです。すごい。はい、今日は9時半からロミオとジュリエットやります。そうです、知らないです。ジュリエットが女の子っていうのを知らない。知らない。あ、知ってる。え、知らない。やめてください。あ、レイちゃんも知らないみたい。誰です。セックスペアリー。それはやばい。セックス、そうセックスペアリー。そうそう、ディズニーのあれみたい。あ、交換、交換です。みなさんこんばんは。美味しかった。皆さん今日はお仕事？仕事ですか？あ、ちっちゃいじゃない。一人だからちっちゃくないはずで。で、私ね、今日ね、さっきのあんみつも美味しかったんですけど、今日ね、新大久保に行ったんですよ。そう。でね、なんかずっと食べたかったビビンバ食べれて、もう幸せです。今日めっちゃ幸せ。あとね、ソルビン食べた。ソルビン知ってますか？知ってる？ビビンバね、やばい。あれはそう、やばい。何ですか？あ、バイバイ、ありがとう。また日向戻ってきてください。はい、続いての企画はこちら。もうクリスマス直前、西川 P 萌えプロデュースチャレンジ。あ、なんか違う。イエーイ。もうすぐクリスマスということで、最近萌えプロデュースに開花し始めた西川 P に私たち3人萌えプロデュースをしてもらいましょう。はい、ということで、早速お呼びしましょう。せーの、西川 P。 どうも、西川 P です。西川 P、本日もよろしくお願いいたします。よろしく。辛いぞ、先輩。先輩辛いぞ。今回のマイプロデ
ードを必ず萌え台詞にしてください。さらに挑戦するメンバーとチャレンジポイントをくじで決定します。チャレンジポイントを超えれば西川 P には高級マカロンをプレゼントします。ただし超えることができなかったら激辛マカロンを食べてもらいます。西川 P 自信はありますか？まあ全然余裕でいけると思います。それでは最初の指定ワードを発表します。最初の指定ワードはこちら、サンタさん、うん、さっきも出ましたね、サンタさんね。サンタさんは。それでは挑戦するメンバーをまず決めたいと思います。メンバーはい、いきます。じゃん、日渡しさん。日渡し、日渡しさん。チャレンジポイントをくじで決めたいと思います。いいワードや。1万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 。おー、やったー。日渡んで1万ポイント以上、うん。それでは西川 P 指定ワードを入れたボイズリフを考えて日渡さんに指導をお願いします。サンタさん、サンタさんか、サンタさんですね。サンタさんでも可愛いの来そう。ちょっと期待するね。じゃあ、サンタさんでもさっき日渡さんやんなかったっけ。サンタさんおねだり、おねだり、確かに、まあ、結構そんな感じでさ、西川 P をプロデュースしてくれる。結構真剣よ。サンタさん来るかな。え、まだ来てますか。来てない。え、そんな私でも来てるの。もう誰か知っちゃってるの。サンタさん、そういうこと言わないの。まだ信じてるんですよ、私たち、ね。うん、純粋だから。そう、まだ信じてる。ちょっと待って。純粋だからって言ったよ。ねまきちゃん、ほんと信じて、だってめっちゃ信じてる。だって紙袋があの外国の文字で書いてあったりしたら絶対そうだなって思います。ね、うん、でも足音とかするよ。サンタさんですか。うん、え、萌えさんのサンタさん大丈夫ですか。サンタさんって一人じゃないの。マサさんいっぱいいる。マサさんいっぱいいる。ああ、そうなんだ。どっから来てるか知ってる？サンタさんって。アメリカ。いろんなところから。フィンランドです。あー。話聞いてるもん。よし、できました。あ、西川 B。 じゃあ、ちょっと指令を出してください。ちょっと前に来てもらって、カメラ。まあ、これは。何これ、すごいね。レイちゃん、どうした。レイちゃんじゃないです。西川 B ですから。あー。あんまりレイちゃんとか気安く呼ばないでもらって。怖い。西川 P なんで。西川さん、はい、すみません西川さん。まあまあいいよ。それでは、まあ、いい、大丈夫ですか。ね、オッケー、いける。もうオケマル。西川 P、 西川 P オッケーですか。オケマル、オケマル、オケマルです。それでは西川 P プロデュースによる日渡さんのクリスマス萌えお願いします。あのね、ゆい、サンタさんにお兄ちゃんと結婚できる件を頼もうと思ってるの。サンタさん来るかな。パーフェクト。いいですね。しかも自らアドリブを入れたという。え、あのね、あ、可愛かったです。これはお兄ちゃんに向けて言ってるんですよ。なるほど、うん。それでは視聴者の皆さん、今の西川 P がプロデュースしたひいわたんに、うん、燃えた分だけ応援ギフトお願いします。30秒間の応援タイムスタート。西川さんに、西川さんに、可愛いって来てる。レイちゃんに運命かかってた。そう。レイちゃんだ。やばいやばい。達也さん。達也さん。と西川 B ですか。西川。マカロン、マカロン辛いの食べさせたら西川さんに怒られるから。だって放送終わった後に怒られちゃう。怖い怖い怖い、やだ。から食べてほしい。西川 P、 レイちゃんに食べます。レイちゃん、それはレイちゃんがいい。レイちゃん、西川 P は食べます。さあ、ただいま集計中でございます。自信の方はありますか、西川 P。 いや、あります。どうでした、ひいわた。ありがとうございます。なんで、何が楽しみになるか。怖いな、それ。ドキドキしますね、うん、本当にね。でも、うん、こんな発想ないからすごいな。さあ、ポイントが出ました。トータル怖いな。おお、16,060ポイントということで達成です。よかった、よかった、よかった。というわけで西川 P には高級マカロンを 1マカロンプレゼントします。お、やった、1マカロンゲット。ずーずーずー。え、やばいやばい、これみんな頑張って食えなくなっちゃう。続いてのメンバーを、マカロン一番好きな食べ物。続いてのお題を発表したいと思います。こちら、イルミネーションです。イルミネーション。というわけで、もしかしたらひいわたん2回連続やるかもしれないし、そうだね、のメンバーがやるかもしれないし、ということで。ねえ、つぶってねえ、マジでやだ。あはは、いけます。ガチそうなんです。せーの、じゃん、ひいわたん。おー、いいわたし。ひいわたし、
木渡しだけじゃないわ、ちゃんと入ってるわ。のじゃん、あ、そう、もうダメ。それはさあ、イルミネーションで木渡んで3万ポイント超えられるようなセリフを西川ピーにプロデュースしてもらいたいと思います。西川ピーマカロンいいな。そうだよ、西川ピーだけが食べれるから。なんでプロデューサーですから、そこはこっちが言ってるの。それもう自分で買おう。高級マカロンだからね。どれだけ一粒1000円とかもしれないよ。でもコンビニにも売ってます。スイーツダメです。マカロンは売ってる。もうだから自分はだったらコンビニに。もしかしたらレイちゃんが食べるからレイちゃんがあげるよって言ってくるかもしれないし、上だけくれるかもしれない。上だけ。めっちゃ真剣ですよ。見てください、この顔。私たち何もしてない。ちょっと心配。とりあえずひいわたんのプロ技を見れるのは嬉しい。そうだって全然プロじゃないのに。西川 P 頼むよ。レイちゃんかっこいい。レイちゃんって言っちゃダメです。西川 P とお呼びください。コンボ順なんかすごい番号が。西川 P 14歳お若い。なんかバンド、ね、バンドにいそう。ボーカル。レイちゃん長い。日渡しプロの萌え台詞講座。西川 P 様、レイレイヤレイレイ P だって。レイレイ P だめ。西川 P って何芸能界のドン西川、はい、できました。おじゃあちょっと、はい、指示をしてもらって。ちょっと長いけど3分まで。だって平均なんですよ。はい、早速もうしてもらいましょう。これもうお任せで。というわけでひいわたんのイルミネーション萌えまで3、2、1、どうぞ。今年もイルミネーション綺麗だね。一緒に来れて嬉しいな。こんな素敵な場所でチューできたら幸せだな。かわいいよ。素敵。かわいいわ。チューしちゃうよ。次チュー、ね、さあというわけで、皆さんぜひ燃えた分だけ応援ギフトお願いします。燃えろ燃えろ。3分ですからね。30秒間の投票タイムスタート。お願い。燃えてしまえ。お願いします。燃えてしまえはやばい。さっきお兄ちゃんだったんで次は彼氏になったんですよ。あ、なるほどね。はい、皆さんが彼氏目線。はい、キスよりチューね。キスっていうよりチュー。チューの方がまあ可愛い。なるほど。チューって言ってる口も可愛いんで。ああ、なるほどなるほど、はい、え、すごいね。本当にシカーピーすごい。14歳だよね。14歳。本当は違うじゃん。今集計中です。年上とか25とか夢でキスミーとかしてるからね。ああ、そう。あれはちょっと最初恥ずかしかった。今は変。まあ、なあ、どうした？どうした？が、いや、まあ、うん、どうなのかな。さあ、怖い、これめっちゃ怖い。3万ポイントですからね。やら、あ、もう来たの？来ました。結果こちらです。1万1075ポイント。もうこれ以上頑張れ。さあ、ひわたん、ひわたん。嘘。でも可愛い。西川 P。可愛いじゃん。可愛い。嘘なんじゃない？西川マカロンを食べてもらいます。その場で。今すぐに。はい、入ってる。待って、可愛い。番組の時間が結構危ないので早めに食べて。でも普通に可愛いです。インスタ映えする、インスタ映えする。はい。西川 P 撮ってください。レイちゃんになるから。あ、レイちゃんおはよう。おはようございます。おはよう。レイちゃんおはよう。おはようございます。レイちゃん食べるんだよ。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。いきます。いただきます。ね、すごいな、なんで言ったの？普通の人。やばー。はい、というわけで、以上提供です。ここで提供です。レイちゃん、提供お願いします。え、かわいい。AKB48の君だれは春風亭三條様、星空探検人アット、ひいわたしゆいちゃんと一緒に焼き芋を食べたい様、お松徹様、かずみっち様、ひょうちゃん様、クロスアット、もいきゅんが一番大好き様、エクソバパンアット、たまおかじん様、エクシンさん様、そして応援していただけるファンの皆様の提供でお送りします。れいちゃん、れいちゃん
そんなに辛かったの？大丈夫？辛くてちょっとおかしくなった感じ。本当に辛かった。というわけで続いてのコーナー行きましょう。 K ポイントチャージ、イエーイ。今日一番番組継続貢献したメンバー誰だったでしょうか。視聴者の皆さんに決めていただきたいと思います。今から48秒間メンバーが1人ずつ最後のアピールをしますので、メンバーの貢献度に応じたギフトをお願いいたします。一番多くギフトを集めたメンバーが今日の君はにの栄光を手にすることができます。君はの栄光を手にすることができます。栄冠、栄冠。はい、なんでもないです。はい、まずは私から。はい、はい、48秒間のアピールタイムスタート。いや、もうほんと MC グダで申し訳なかったし、もうみんな耳聞こえてるのかなっていう、私の声通ってるのかなって。届いてますか？届いてる。適当ですね。私はあなた、まあ、こんな感じで今日本当にもう本当グダグダの MC で申し訳ないぐらい、もう皆さんにはちょっとねグダッと配信をお届けしてしまったんじゃないかなと思ってるんですけれども、レイちゃんが一番頑張ったんじゃないかなと自分の中で思ってるんですよ。最後ね、本当に頑張りました私。ね、それというわけで、皆さん今日見てくれてありがとうございました。届いてる。え、明日残り100万ポイントになっちゃうかもしれないってこと？やばいじゃん、やばいよ。みんなありがとうございます。じゃあ続いてひよたん、お願いします。はい、48秒間のアピールタイムスタート。見てくださった皆さんありがとうございました。今日はね水曜日だったから皆さん疲れだったと思うんですけど、はい、でも楽しかったです。今日あんみつも皆さんのおかげで食べれたし、そうだな、あ、でもあれなんですよ、いろいろ今日は萌えの方で頑張ったので入れてください。え、今日木曜日なんだ、そっか。じゃあもっと疲れ溜まってますね。皆さんお疲れ様です。ありがとう。慣れてる。え、慣れてる。あ、でもよくおしゃべりする3人のメンバーさんだったので嬉しかったですね。 B とひよこで頑張りました。ありがとう、またね。ありがとうございました。あ、あと4秒。3、2、1。はい、皆さん今日はありがとうございます。今日は本当に私が本当に私が一番頑張ったと思うんですよ。もう萌えゼリフとかも即興で考えて、まあ、ちょっと最後はね残念ながら3万ポイント達成できなかったんですけど、もう日渡に本当感謝ですね。もう頑張って2回もやってくれて本当にありがとうございますって感じ。もうからしのマカロンが辛すぎて、もうなんか今まで罰ゲームとかテレビとかで見てて、あ、絶対これ辛くないのに辛い演技してるんだなって思ってたら、もうこういうのって本当に辛いんですね。本当にびっくりして。いや、でも本当に皆さん今日もありがとうございました、見てくれて。ね、イエーイ、頑張りました。そうですよ、前髪どんどん良くなってくる。さあ、というわけで最後まきちゃん、はい、48秒間のアピールタイムスタート。はい、今日はありがとうございました。私は今日はミッションもなんかめっちゃ簡単だったし、もよもやってないし、ただ単に今日あんみつ食べただけなんですよ。やばくないですか？そう、今日一番幸せです。私はそう、一番幸せじゃん。そう、あんみつもほぼ完食してごちそうさまでした。私は明日すみれさんの公演に出るので、あの皆さん7時からオンデマンド見てください。今日もね、なんか劇団でなんちやるんでしょ。君だれやる。確かに君だれ。君だれ。両方ともつけて、両方とも2画面2画面で2画面で。確かにみんなそっち行っちゃうね。ポイントはチャージしながら。さあ、ただいま集計中でございます。今日どうでした？本当楽しかった？今日は本当なんか、うん、
君だれ史上一番なんか楽しかったです。嘘、本当にワイ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 してます。今年最後ですけど、どうですか、思い出とかありますか、君だれの。今日が一番の思い出じゃないですか。そうですね、本当に。もうでも誰と並んでも背がちっちゃいのがバレるので、ちょっとあ失敗したなと思いました。次か竹馬、竹馬乗ってきてもらって、竹馬乗ってきて、ちょっとなんかめっちゃ熱いヒールとか、ね、そうそう、なんか台持ってきます。台持ってきて来てる、こうやって握手会は。まきちゃんどうでした、一番ね、今年今年そうめっちゃ出てるんです、私出てる、うん、メンバーですけど、どうですか。伊豆さん目指して頑張ります。おお、君だれセンターですか。そう、全員並んで君だれセンター。なんかなんか曲あるかな。さあ、君だれの曲ポイントが来ました。一斉にオープンしたいと思います。やばいやばいやばい、せーの、ドン。私が42,486ポイント、ひわたんが52,424ポイント、れいちゃんが56,556ポイント、まきさんが25,814ポイントということで、クラの君ははひわたんです。ありがとうございます。イエーイ。というわけで1位の方に萌えを、萌えゼリフを、クロスアットマーク、クロスですね、クロス、オッケーです。クロスアットマーク、名前入っちゃう、名前入っちゃう、ごめんね、本当にめっちゃ言いにくいな、本当にごめん、本当にごめんね、はい、というわけで、ひわたんお願いします。クロスアットマーク、萌えキュンが一番大好きさん、私も一番大好きだよ、ありがとうございました、ありがとう。ひわたんが一番になっちゃう。さあ、一足早いクリスマスプレゼントとして延長戦として西川ティー萌えプロデュースの続きを今からやりたいと思います。可愛いと思ったらぜひギフトを応援して、応援ギフトを投げてくれたら嬉しいなと思います。ねえ、もういいじゃん、行こう、あんなだろう、古い古い、ちょっと負けたい。というわけで、もうやんない気満々だったんだけど、ま、もしかしたらまたひわたんやるかもしれませんしね。それはもうちょっとやめよう。ねえ、やだやだ。はい、というわけでお題はこちらです。チキン、チキンです。チキン、チキンです。レイちゃん、ぜひこのチキンをお題にしてチキン萌えをしてもらいたいと思います。あ、西川ピー、おはようございます。おはよう。レイちゃん、レイちゃん、レイちゃん。というわけでメンバーをちょっと引いていただいて、レイちゃんとか呼ばないで、怖いね、レイちゃん、もう同時に引いたら、もうあ、それか、はい、もうこれで、はい、せーの、あ、じゃん、5と2万ポイント。あ、そうですね。じゃあ、萌えさん。イエイ、見たいよ。チキン萌えって何？チキンか。まきちゃん、本当何もしないじゃん。本当それ。本当それ。本当何もしないの。もう一回終わりです。あなたのことチキンにして食べちゃうぞ、とか。え、だって、それ、黒い。書いておいてください。ひわたんウィンクして、あれ来た、かわいい、スクショ、スクショ、できますか、ね、できる、あーかわいい、かわいい、あ、いい、うわいい、あ、あ、お、あ、お、あ、お、あ、あった、あ、あった、あった、何回やるんですか。いいな、え、あ、背が縮む、やばい、背が縮む、マキちゃんもプロです。マキちゃん本当なんだって、え、なんかやばいの見てくださいね。もうやめて、本当に、もう本当にやめて、せめてあの赤ちゃんはやめて、赤ちゃんじゃないから大丈夫です、それはいいわ、ねえ、これ何。じゃあまずこういって、西川 P じゃないんですか、プロデュース、これしてから、これこれして、で、あの、はい、で最後にかけて食べるんです、全部パーフェクト。嘘でしょ、すごいわ。え、それはさ、あれだ、あれメンバーってやるんじゃなくて、うん、カメラ一人で、カメラとどうやって、あ、こうやって近づいてくる、鬼畜ですね、本当にスペシャルだからね、スペシャル、
これねーもう高級マカロンかかってるんで。達也 P になってるけど大丈夫かはい、というわけでじゃあ、もう一球お願いします。いいな。チキンゲームって知ってる？ポッキーゲームより距離が近いからすぐチューしちゃうかもね。1、2、3、4、5 OK。 ポッキーゲームも一緒にしよう。近い。せめて可愛かったら本当に応援ギフトをよろしくお願いします。可愛かった、いいね。リアルに向こう側でポッキー持ってほしいからこうやって一緒にできる。そうだよ。あすごいねこれ、うん、よかった、これ萌えさんだからできるんですよね。そう、これ、ほんと。そう。ありがとうございます。チキンゲームって何まずほんとこんなの。いや、これから流行る予定です。あ、なるほどね。はい。感謝。本当に。私だけですか？嘘でしょ？まきちゃんやんないんですか？あ、嘘でしょ？時間がないって。もう今日ほんとこうだわ。はい、というわけで明日のメンバーを発表したいと思います。番組を継続かけた決戦の金曜日ということで、もう、はい、出演メンバーは川本沙耶、小宮山遥香、福岡聖奈、村山優里ちゃんの4人です。そして MC のフリードさんもいますよね。はい、というわけでそれでは最後も元気よく参りましょう。コメントで皆さん一緒に参加してくださいね。というわけでせーの、 AKB48 の君誰。バイバーイ。AKB48 の君だれは春風亭三条様、星空探検にアットワーク、日渡しゆいちゃんと一緒に焼き芋食べたい様、お松徹様、カズミッチ様、ひょうちゃん様、クロスアットマーキュンが一番大好き様、焼きそばパンアット歯のおかかじ様、エクシン様、マイケル様、その他応援していただいたファンの皆さんの提供でお送りします。